本を読むときに線を引くなという研究を今日は紹介していきます。はい、皆さんこんにちは、山本雅也です。今日ですね、本を読むときに線を引くハイライトという行為が実は学習効率を下げるという研究を紹介していきます。このハイライトという行為が実はテキストの表層的な理解になりがちで、内容の深い分析だったりとか批判的思考につながりづらいということが分かっています。これによって長期記憶に残りづらくて、それが学習効率を下げているということが分かっています。ではどうすればいいのかというと、アクティブラーニングというのが効果的です。これは本を読みながら要約をしたり質問を考えたりすることです。これによって内容を深く理解したり批判的に読書をしたりというのは可能になります。それによって長期記憶に紐づきやすく、学習効率を高めるというのにつながっていきます。もしハイライトをしたから本を読んでいる場合は、このアクティブラーニングという方向に切り替えてみてはいかがでしょうか。はい、本日もご視聴ありがとうございました。山本雅也でした。